はい、おはようございます。ちゃんくんおはよう。ぽんちゃんおはよう。そしてあんずちゃんおはよう。今朝起きてみたらですね、かおりんちゃんうんちをしてくれていました。今から掃除します。それからご飯はどうかな。あ、ご飯はまだ食べてないですね。そうだね、うん、ちょっとシャカシャカ音がしてたかな。そうだね、まあ緊張のため絶食中であることは確かですね。ちょっと掃除するね。はい、とりあえず綺麗になりました。ほぼ何にも使ってない状態だね。昨日はハンモックから出ていない様子です。ちょっと上下運動をしているようなことは、夜の間していましたが、ずっと寝てたね。外出ちゃったのか。ふいふい、はい、今朝ですね、あんずちゃんがちょっとプチ事件を起こしてくれました。葵ママがですねトイレに行った時に狭い隙間をスルッと抜けて、別室の方ですね、黒犬パパ寝てたんですが、そちらの方に、入り込んでしまいました。で、必死にですね、捕まえて戻したんですが、はい、この事件で、あんずちゃんの場合、ご飯の時はちゃんとケージに戻ろうキャンペーン、いいですね。あまりにも外にずっと居続けたせいでですね、だいぶ他の部屋にも興味が湧くようになったようです。で、ジャン君やポンちゃんはもう何度も行き来をしていて、様子が分かっているということもあって、そんなにすごく行きたがるわけではないんですが、アンズちゃんにとってはやっぱり好奇心がいっぱい湧いてしまいます。でもそれをやられるとちょっと、今後に差し支えますので、きちんとした法則を作ろうというふうに今戻しました。で、今ちょっとおもちゃでですねケージの方に戻ってもらいましたので、これ以降はここでご飯を食べてくつろぐ場所で、遊びの時間は遊びの時間という形で、また一回出ちゃうと戻るの大変なんですが、そうですね、出てる間は大変申し訳ないんですが、ジャン君とポンちゃんのご飯も、隠します。遊びの時間には外にはご飯はないよという形に立ちます。そういうことですね。とりあえずそのパターンを取っておくと、里屋さんのとこに行った時にも、ちゃんと規則正しくできるかなと思いますので、少しあんずちゃんは、なかなか慣れなかったこともあって甘やかしすぎちゃいましたね。はい、ということであんずちゃんよろしくお願いしますよ。はい、あんずちゃん、あんずちゃん今日からこのシステムに戻しますよ。懐かしいでしょ。あんずちゃん来てくれないね。あんずちゃんご飯だよ。ご飯だよ、あんずちゃん。ご飯。
もう最近ご飯に魅力は感じてくれないようです。はい、お腹すいたら食べてね。どうぞ。お上置いとくからね。焼きガツオ入ってるよ。食べるかな。よいしょ。ちょっとこれリップを違う。リップおくよ。いい匂いするね。はい、はい、どうぞ。昨日のお水取り替えます。夜、食べていないということでですね、昨日は、お子様用を入れてみましたが、多分夜中の間にここを一回通ってるはずなんですね。トイレをした時にですね、その時に食べなかったということは、慣れた食事の方がいいのかなと思いますので、一旦普段食べているという、ご飯に戻してみます。はい、このです。ちょっとここ開けておいて。こんにちは、お水入れます。はい、はい、よし、どこだっけ、ここね。はい、どうぞお水飲んでます。はい、どうぞ。ちゃんちょっと拗ねてる。うん。でちゃん拗ねてるね。あ、いらないですか。まあカリカリもう食べたからね。ちゃんくん食べてる。あ、とちゃんくん。よし。焼きガツオ食べてくれる？汁っぽいところを舐めています。おいしい。なんか焼きガツオあんま食べてくれないよね。おいしいんだよ、みんな好きなんだって。他のうちの子はね。ちゃんくんどうぞ。いらないの。うちの子たちは代々スープっぽいところが好きです。ジャン君、ジャン君気になる？あ、ごめんごめん。こっちにシャー。ちょうどポンちゃんが来た時に、うん、ジャン君がこうやってケージの外からちょっかい出して、うん、ポンちゃんは最初シャー言ってたけど、だんだんポンちゃんはジャン君の魅力に負けて、うん、ケージの外に出る頃にはもう大好きになってたからね。うん、ジャン君、意外と君これ作戦じゃないの？
カオリンさん、仲良くしてね。いや、とりあえず大丈夫。今ですね、あんずちゃんが外を、外というか別の部屋に行った後に、ケージの中に誘い込んだ後、ずっとここで寝ているのでですね、せっかくあげたご飯を気がついてないようなんですね。そこでちょっとあの奥のカーテンをまっすぐしたいというのもあってですね、ここに体を入れて、2階に多分逃げるでしょうから、ちょっとしたいと思います。ただここいつも、へい、あずちゃん、体を入れるのが大変なんですね。この時に逃げられると危ないね。あんずちゃん、あんずちゃん、はいはい、シャーは言わないでいいよ。うん、シャー言ったけど、なぜさしてくれるね。はい、あんずちゃん、あんずちゃん、ちょっと複雑な、はいはいはい、はいはい、あんちゃん、自分でね、勝手に入ってここ開けっぱなしにしてんのに。そう、そうか、あんずちゃん上行かない、逃げるかと思ったんだけど、はい、うんうん、あんずちゃん、はい、うんうん、なんかちょっとどうしていいかわかんない感じなんだね。あんずちゃん、うんうんうん、そうしようか、よいしょ、あんずちゃんのこちゃん、上おいで、今の状態だけ来てみよう、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 